鈴木健は、日本の編集者、ライター、表現ジャンルライター、プロレス解説者、実況者。本名は、鈴木健、東京都葛飾区西亀有出身。鈴木健という名前が多く、ネットで検索しやすいように、テキストで勝負したいとの理由で、氏名の後に、TXT と付け、鈴木健、TXT と表記することもある。その場合も、 TXT は読まない。UWF のファンとして、第2次 UWF 第2戦を見るために、鈍行列車で、札幌市まで観戦に行った。そのことが、週刊プロレスの記事となったのが、きっかけとなり週プロのアルバイトとして採用される。主に UWF、FMW、WING、道のくプロレス、バトラーツ、大日本プロレス等の団体の取材を担当。 編集次長になってからは、DDT プロレスリング、開演体土女、全日本プロレス、WWE を担当。週刊プロレス誌で、試合リポートやインタビュー記事のほか、週プロ野郎というコラムを8年間連載。また、編集長を務めた週プロモービレでは、日刊週モバ野郎というコラムを2007年8月のスタート以来、 一日も欠かさず更新し続け、その数は1010 10回に到達した。趣味の音楽では、YMO や平沢進むの影響を強く受け、前述したシュープロ野郎では、毎回の BGM をつけていたが、本当にその時聴いているのではなく単なる思いつきとの、こと。シュープロ野郎のタイトルそのものが、坂本隆一のアルバム、未来派野郎が、元ネタ。また、 ポリシックスのメンバーと交流がある傷つが、週プロ時代の編集後期などに伺える。ポリシックスの DVD 作品、リボドベピドベライブの裏ジャケットにピンで登場している。プロレス実況番組での解説では、ファイティング TV サムライにて、DDT プロレスリングや、道のくプロレスほか、ガオラにテレスするマイナス1を担当。また高山義弘支援イベント、 高山ニアエンパイアーのアベマ TV 中継では、実況を担当するなど、実況と解説の両方を務める、里帰り出産としている、週刊プロレスモービレ、週刊プロレスモービレ、2018年5月11日閲覧、ありがとうございます。